はい、最後、水曜、中華ナビラ、ユンダンジャ・デバンですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、1月の20日、はいえー、水曜日ですね、旧暦でうちの組は12月の6日ということになりまして、はぁ、今日は、えー、大観ということでございましたが、この、読谷村、ザキミ、エフェメ東の空に見えるこの、 でっかい窓からはですねもう真っ青の空が透き通るかのようにですね、えー、見えております、えー、本当に今日はお母さん方にとっては本当にもう 苦しい限りの洗濯日和、<laughs> そんな感じが <laughs> するわけなんですけども、はい、いかがお過ごしでしょうか。まあでもね、朝明日あさってまた無知ということでございまして、旧暦ぴったりに気候が変わってきますね。明後日からはまた天気がぐずついてくるようでございまして、今日の夜ぐらいからちょっと雨に若めが入ってくるようなね、そういう天候も出ておりました。後ほどまた天気予報もお伝えしていきたいと思います。さあお送りしていきます。ユンタンじゃ出番ですよ。よ今日もゲストをお迎えしての1時間になりますが、今日はなんと、 カデナ警察署長の皆さん方、警察署長の皆さん方警察署長と皆さん方をお迎えしておりますので、えー、お時間ね、えー、いろんな話を伺っていきたい。地域のね、え、話など、えー、砂川署長、はい、えー、ちょっとね、一見怖そうなんですけどね。 とっても楽しい方ですので、今日はね、えー、ゆっくりと、えー、日頃のね、お話など、えー、活動状況などもね、また、書院の活動状況なども伺いながらお話を、えー、していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ、お送りしていきます。ユン・タンジャ・デバンです。よ、今日はお相手は、えー、中曽根と丸でお送りいたします。いたしくうにぎやさ はい、お送りしております。ユンタンジャ出番ですよ。今日もですね、オープニングはいつもと変わらず、イビーユンタンジャでスタートでございますけどもね。はい、さあ、えー、ここでですね、一発目お送りしたいと思いますが、えー、今日のですね、天気予報をお伝えしようと思っていたんですけれども、なんと、今日はまだ気象庁の方からですね、えー、11時発表の天気予報が未だ入ってき、えー、ておりません。 昨日はすぐいいタイミングで入ってきたんですけどね、今日はまだ5時の段階なので、ですね、えーまあ、今朝のイモーニングでもお伝えしたんですが、日中の最高気温は23度ということでございまして、えー、南東の風や強く後、後南の風、晴れ、昼過ぎまで時々曇りということでございますが、昼過ぎまで時々曇りじゃないですよね、今、絶対晴れですね、こ,れはね、はいまあこのあと後多分雲が、ね、多くなってくるかと思いますので、えー、皆さんどうぞ、今のうちにですね、えー、洗濯物。はい えー、お家も開けてですね、風通しもよくしていただきたいなと思いますけどもね。 さあ、それではですね、冒頭に申し上げた通り、今日ははい、イ、えー、ンターンじゃん出番ですよ。お客様は加田那警察署の方から、えー、砂川署長をはじめ、えー、皆さん方来ていただいております。改めてご紹介しましょう。警察署長の砂川さんです。おはようございます。はい、お久しぶりです。インターンションの皆様これで二回目の出演でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そうですよね。去年 ちょっとこの時期に、えー、出ていただきましてそれ以来なんですけどまあ本当に多忙な中でありますが、えー、今日は本当にありがとうございますよろしくお願いいたしますはい今日はですね、うんえー、昨年はあまあ、飲酒運転の根絶についてお願いしたんですけど、はい、今日はですね主に少年問題について話をしようかなと思ってますけど、うん、今日はうちの少年係長の東馬君とですね、はい、それから女性ですけど島尻 えー、巡査部長さんね、ね<っ>女性警察官のお二人が来ておりますのでいじめ問題からね、はいえー、少年の非行、はい、不良、いろいろ悩んでる方え<い>、ねえー、そういう視点からの話をね彼らから聞いたらいいかなと思っておりますので、はい、よろししくお願いいますはい、ありがとうございます。はいえー、と女性の、はいはい、あ本当ですね 前回は当なわちお一人だったのでえ飲酒運転の問題まああの当時そうどもう問題されてる頃でしたのでえあれ以来から FM メタンでも飲酒運転根絶に向けてちょっと動きをやってきてまあえこの後も今 CM が入る予定がございますけどもね FM でもえドライバーの皆さん方にずっとね告知をしてるわけなんですけども今日は 少年係の皆さん方を、えー、ご一緒に同行していただきまして、えー、今、お話されましたは、初めてですね、女性の刑事で、はい、刑事というかい、もう、なんていうんですか、部,部長さんはいは。怖いですね。はい、ってなんか可いい声出してますけど、<laughs> 絶対こんな声じゃないんですよ、普通は。<laughs> <laughs> <laughs> そんな、まあ、でも、えー、どうですかあの、ご一緒に来ていただいております、係長の友さん。はい、友です、はい日。日頃はどんなですか あの島尻部長はああも,もう子供たちみんなわかります <laughs> 本当ですかはい優しいです本当ですかはい <laughs> 絶対嘘っぽいですね <laughs> 絶対ラジオ的な今発想ですね <laughs> 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 はいというわけで今日は三名の方ね、えー、ゲストにお招きしておりますもちろんこの放送は今現在インターネットでもライブで放送させていただいておりますねもちろん映像も、えー、とりあえず顔を出してはいけないということで顔隠しております 嘘ですよ。<laughs> <laughs> 所長オッケーですかね。はい、どうぞ。<ああ S 2> はい。もう綺麗な方ですのでね,でねえ。嘉手納警察署の代表をして、今日は来ていただいているということでえ、今日は一つよろしくお願いをしたいと思います。さあ、それではえまた。菅首相。まずはあの？ 今年最初ということもありまして、まあ今日も、えー、そうなんですが、えー、今月は1月の4日、安田村長をはじめ各代表、団体代表とかですね、えー、皆さん方出ていただきまして、まあ、新年の、えー、一向最初の、えー、対談ということで、新春対談みたいな感じで進めていければなと思いますが、えー、まずは、えー、地域の皆さん方に、ぜひ所長から一言お願いしたいなと思います。昨年はですね11月に ワイののナンバーのひき逃げ事件ね、はい、えあれが勃発しまして、大変村民の皆様方にはですね、いろんな意味での協力をしていただき、もう一つ、もう一歩の状況で、月1月末にはね、無事開出できるかなと期待しているところですので、去年は本当にいろろな面で協力ありがとうございました。去年を振り返ってみますとですね、あのー まああいう事故は起きたんですけど交通人身事故はマイナス40件減少しております<ー>それから全刑法犯窃盗とか暴行傷害とかですねこれもトータルしてマイナス60件という非常に減少をしております。<ー>これもでですすねね防犯協協協会会とか安全協会です、ね、あれから村民カデナ町民町ののの方々の協力の のと思っております今年もですね、うん、えまた犯罪を減少させていくようにね努力していきたいと思いますけど今年はあのキーワードはねあの、まあ、飲酒運転根絶もそうですけど少年飛行問題ね、はい、これもぜひ抑止していきたいなということで、うん、今日は少年係長とですね、うんえー、それから島尻、えー、巡査部長さんね、はいえー、日頃のお取扱い業務をね 村民の方に、えー、知ってもらって、うんえー、遠慮なく、えー、少年問題についてね、はい、村民の方があ相談していただけるようにということで、えー、無理やり出演して、はいえー、引っ張ってきましたので、はい、よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。はい、本当にあの地域の目線で、えー、今日はまたねお話ができればいいなと思いますけども、<laughs> えー、総務省まあ確かに、えー、昨年は本当にこう。 くれにですね、えー、ましては、えー、とても残念なんですけどもあの品川所長ねその直前まで、えー、交通事故1年間 1> 1年間ねゼロだということで黒木本部長からそうなり<の>警察署長をね,ね表彰いただいて私たちも、えー、そこにあの取材にお邪魔させていただいて本当に放送でもあの黒木本部長の、ね、声をあのまた収録させていただいて地域の皆さん方にお伝えしたわけなんですけども。 なかなかこう市町村単位のレベルで本部長の声をお届けするという機会もないでしょうし、はい、本部長自らはい、あの読谷加な地域の皆さん方に本当にありがとうございますと、これからも本当に背中くということでいった矢先でしたね。一ヶ月後にで一、ね、ヶ月後に <laughs> ちょうど一ヶ月後。はい、本当に残念であります。まあしかし本当にあの加な警察署の皆さん方に真摯な対応とともにえそこから後が いいろろね所長の手を離れてからが、ですね県本部やそれからもう国地位協定の問題に至ってくると、もう本当にこう所長も歯がゆい時期だったと思いますけどもね、この年末年始は。ただ、当初としてはね、しっかりと真実を解明すると、ただそれに徹するということで、地道にやっておりますのでね、その辺あの 結果としてはい本当にあのその思いの中で海田村でも、えー、村民大会など、はい、それから、えー、国への養成行動などという、まあえー、村民として、えー、できること村として行政側もまた皆さん各種団体側と協力をしながら、えー、とにかくお亡くなりになられた岡間さんのためにも、えーうん、ご冥福を、えー、お祈りしつつ 方やこういう行動をぜひね、えー、早く真実を、えー、解明していただきたいということでねその思いだけがあー多分安田村長はじめ、えー、地域の皆さん方の思いではないかなと思いますけども、まあ、そういう中でも本当にもう門警察長の皆さん方本当に地道にご協力いただいて、まあ、確かにもう早かったですね、あのー、初動捜査は。 私もすごかったなと思ったんですよねそうですねその日はたまたま読谷村祭りでね私もちょうど来てましたんで立ち上げる非常に早くてね早かったですねそのおかげでいろんな証拠などもねたくさん集まりましてあるいは村民の積極的な協力ねこれによって相当の人数が方がですね実は協力しているんですよああ、なるほど 表には出ないんですけどねそれから今言った村としてのいろんな要請行動がありましたけどこれもきちっとトラブルのないように村民の方々から行動を取ってもらって新たなトラブルを発生させないということについてそのおかげでこちらも捜査に集中できたということかなと本当にんていうんですか。 このすぐ一個最初に思ったのはあの整備工場の方がすぐ連絡をさ,されたということがねまあこれがね,ねこれ大きかったですねこれはもう一番大きいことじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、そういうその中でもうどほぼ同時に事故報告と同時にもう家の人はそういう対応をされてたということで、えーまあ、そんな中で、まあ、その後との、まあ、村民の皆さん方のご協力もたくさんいただいてたということで、えー、私たちももっともっと自分たちが地域 が安心安全に暮らせるためにはやはり、かでな警察署それから行政の皆さん方への私たちができること、協力することまた一番大事なことだと思いますすよねねそうで地域の方が本当に、えー、そういった事件、事故に関心を持ってね、うん、積極的に情報を提供するという,、うん、ということは、はいえー、これまで警察と地域住民がね、うんえー 良好な関係でね協力してきたという歴史があるからじゃないかと思いますね。本当にありりがたいと思っております、うんまあ、それもまた日頃から家庭、えー、の皆さん方、まあ、地域交番の皆さん方もね、えー、積極的に地域の方々に声をかけていただいたりとか、いろんな行事にも参加させていただいたりとかする中で、やっぱりこう身近に感じていただければ、本当に私たちを守っていただいているんだというね、相談ができたりする立場であるということがあればこそ、はい、こんな時こそ。 えの警察署にも協力しようよということでね、えー、それが自分たちのためになるっていう警察はあの身近なところにいるということをね遠慮なく相談してもらえば、はいですね、ますますもっと身近なものとして、はい、皆さんの、ねえー、安心安全のために、うんえー、より安心安全な社会をね作るために、うん、身近なものとして警察が、ねはい、本当に、えー、必要だということを、ね、理解して遠慮なく本当に 相談してもらいたいいたなと思います,です、ねはいまあ、そのおかげで本当に先ほど今、えー、所長の話もあったように、えー、事故案件が、ね、あのこういう,うに減っているのも事実ですよと、はい、いうことをねそういうところはなかなか表に出ないんですけどもちょっと大きい問題があり,ありましてでも実はそういう地域の皆さん方の協力それから、えー、本当にこう、えー、皆,さ皆さん方の皆さん方の日頃からの、えー、活動によってこういうことも、えー、少なくなってる減少してるんだっていうこともね 皆さんにお伝えしていた方が、はい、あやっぱり、まあ、一部こういう事件はあるんだけども安心して暮らせるところなんだなということをね、分かっていただければいいかなと思いますねあの事,故があ事件が減少するということはですね、はい、そこに警察力が注がれるということで減った分、ですね、うん、新たに住民にサービスできる、<ー>相談に乗る、はいえー、忙しさが少なくなって地域住民の人と腰を据えて、ねうん、話せると。 はい、非常にこれは皆さんのためにも良かったなということです。はい さて、お送りしております、インターチャー出番ですよ。今日、赤棚警察署から、砂川道夫署長、それから、えー、少年係長の、ええー、遠間明さん。それから、同じく少年係長の主任になります、島尻美希さん。ええー、す、名の方をですね、お迎えしてお話を伺っております。さあ、えー、砂川署長。はい、まあ、あの、警察署には、まあ、各課、いろいろとこあると思いますけども、まあ。えー、よく聞くのが、まあ、交通課であったりとか。 ですね、刑事でですすねね生活安全課、制案課とそれからほかに警備、それから、えー、事務方の警務ね。 そしてつの課があります、ねはい、その中に、えー、生活安全課が、はいえー、先ほどこう、清安課と所長呼ばれてましたけど、はい、その中に少年係というのがあるということで、はい、今日はその少年係の方々が、えー、来ているということがありますこの時間ではです、ね、少年係の皆さん方を中心にお話を、ね、伺っていきたいと思いますので、はいえー、さてまずは東間係長。はい、はい なんかこう CM 中が話する事ないけどとか言ってましたけど、なのですそこ CM 中に行ったことみんなバレますからね <laughs>。<laughs> <laughs> はい。えまああの今回初めてですよね。はい初めてです。はい。もうカデナショー皆さん方もうできればこうたくさん出ていただきたいなと思うんですけれども、はい。まああの少年係としてまあともさんはカデナショーにはどれくらいになるんですか。えーっと去年の三月ですから <うん S 2> まだ。はい もうやだってきてるんですか1月ごろ、10ヶ月ごろ、はい、ですね。すねはい、率直に、えー、伺いますけれども、この地域、子供たちどうですかあー、うん、まあ、うーん、那覇、はい、の子に比べたら、うん、まあ、 素直なところあるなとは感じておりますがあまあ所詮田舎者ですからね、うん、こっちはねもうあのいやーい,いじゃーですからねみんなね、うんえー、こっちでは威張ってますけどない、ないったらこう普通に真面目にするんじゃないのかなと思いますけどでもやっぱり比較的落ち着いているような感じではありますかやっぱ向こうに比べると都市地区に比べると。うん <laughs> そうですね、しかしやっぱり、うんえー、やっぱり少年事件、うんえー、発生ありますので、あーなるほどね、えー、やっぱりあのそのそ事件事故としてその案件その件数としては、やっぱり占めているのはどっちが多いんですか、どういう事件の方が多いんです少年関係ではあ。やっぱり圧倒的に 窃盗事件が多いですねなるほどねこれは砂川署長これはあの窃盗事件というのは、まあ、そういう万引きとかそういう行為が含まれるのがほと,とから自転車とああ自転車とオートバイとですね、はい、もっぱら遊び感覚のいいものが多いですね、うん、これはあのー の他の都道府県でも同じ傾向ですね、同同じじ傾傾向向でですすか全くねそういう時期、そういう時代なんですかね、そうですね子供の飛行はね、遊び、暇を持て余してね、友達同士でグループをね、つるんでるときに、誘いに乗ってやるというような、単純な遊び型飛行の点検、進みがいいですね、遊び型飛行、深夜徘徊とかね、そういう中において。 なるほどねそういう意味ではあのーまあ、島尻さん、島尻さんとかこう女性の立場からすると、はい、やっぱりこう中学生、高校生の男の子非公的なね、はい、非公的な男の子っていう言い方もおかしいですけどもな <laughs> て言えばい,いのかな、まあ、そういう類の子たちからすると報道されてくると最初は女ってだけで名前覚えてもらいました。<laughs> 会ってみたかったよとかですね。ああそうなんですか <laughs>、はい。噂には聞いてると。へえ、そうですか。やっぱりそ接し方やっぱ変わります。男性と女性の警察官の方ってなると、子供、もあ、はい、か彼らは。子供たち的にはやっぱり警察官ということでそんなに変わらないような感じも受けますね。なるほどね。はい、<ー>でも比較的素直に話してくれる分、やっぱりちょっとは変わるんですかね。うん、<laughs> それはあの逆に今度トムさん聞きたいんですけど、どうですかその辺のあの。 ちょっとあのなんかや気持ちをやくというか <laughs> <laughs> 俺には話してくれないのにこいつらいよみたいなのはありませんかああやっぱり女性 <laughs>、うん、女性が表現するという女性的な面も多いですから、うん、少年の場合ですね、うん、はいはいはい <laughs> そういう意味では女性の少年係の方ってやっぱり重要なポジションかもしれませんねあそうですねああなるほどなるほど、はい、やっぱり件数的に まあ男女っていうふうに振り分けた場合は、やっぱ男性の方が多い男の子たちの方がやっぱ多い、ね。そうですね。圧倒的に男の子の方が多いです、ね。ですなるほどね。はい、まあそういう意味では、えー、まあ、ね、土間さんとかこう体格もいいですし、もうバチッと、ガツンといく。なんか、棒を持たせたら、カデなそこに勝つ人は誰もいないとかいう話をしたけど、ちょっと <laughs>、まあ、棒という言い方おかしいですけど、まあ、剣道なんか達人だということで、所長。そうですね、剣道六段で。はい。消わよ。 はあ、でも、棒がなかったらまあ、あ、普通でしょでも、うんあのー、そういう意味では、えーまあ、もちろんその武術、そういうものはね、当然、警察署の方ですから当然だと思いますけれども、えー、この島重さんも、一応、柔道やってい警察官になってから習っております。は 怖いですね。<laughs> こんなにこにこしてはいないんですね。普通は多分。トモさんどうですか。子供たちの前では。あ,あ、やっぱりあの笑ったり叱ったりと、 地域のお母さんとして頑張ってもらってますなるほどあ、さっきもなんかそういう話をされてましたねはいなんか子供たちにこう問いかけをしたりとかはいいうことで、はい、な,なんておっしゃるって言ってました <laughs> なんかお母さんだと思って話してごらんと言われたらよく言われることが、うんはい、お母さんの方が若いしいと <laughs> <laughs> 実際お母さんの歳聞いたらそうなんですよねそうなんですかびっくりしてしまいますへぇー <laughs>、はい あ、そっか。はい、中高生なんかすると、もう、まあ、そういうとまた、いや、<laughs> え島根さんの年のことの話になってきます <laughs> そ置いときますね。<laughs> ご想像にお任せします、はいはい。映像をご覧、インターネットで映像をご覧、でご確認していただければ大体わかるのかなと思いますけども。<laughs> あでも、やっぱり、あの、少年係っていうと、やっぱり子供たち、その思春期の時期、先ほど、えー、砂川所長も話されてましたけど、やはりこう、遊び方飛行っていう部分からすると、 まあ遊びなので基本的には思われ気がないというのもありますがしかしあのそこはちょっとうんそうじゃないだろうと目をつぶれない事件も時としてありまして昨年はやはりあの大きかった事件はうるま市の暴行事件がしかもそれがまた立て続けに行われたという意味ではもちろんその他社の館内,内ではあるかと思いますけれどもまあやはり県 レベルでそれは問題視すべきこととだろうとそれはもうなぜかというとそれ以外にも死亡事件には至らなくてももう本当に重傷を負った子たちの事故実験っていうのが各市町村でやはり起きてる僕はもうこれは多発という言葉を使われても僕過言じゃないと思ってるんですね多分マスコミには見えない事件事故っていうのはそれ水面下にいくらでもあるんじゃないかなと思うんですよそういういところをあの例えば 島尻さんの立場でああいう事件をミタンソンとかカデナこの地域にご自分たちの所轄管内の、えー、立場で見た時にどう思われますかね そうですね、うん、一応、あの事件があってから、うん、あの各学校と連携を取ってですね対策を取らないといけないということで、はい、あの学校の方にもこちらからも連絡してですね、うん、問題傾向のある少年の把握ですね、はい、でうちの方からも把握している分については、うん、学校と情報提供お互いに連携しながらですね。うん、はい あの勤めています、うん、また見えない公園とかですね、うん、あのそういった場所がないかということで、はい、地域のボランティアの方たちにも協力してもらって、うん、パトロール活動歩道活動の強化で、うん、にあの取り組んでいます。ね、今ははい、はいまあ、でももあの本当にこう私も実は え2年前までまあ古源中学校の PT 会長をまあ5年近くさせていただきました私が会長主任の時はもう古源中学校めちゃくちゃ <laughs> もう報道件数がもう嘘でしょっていうぐらい、あのー、例えば海老谷中学校がえ報道人数が10名だったら古源中学校もう100名余りとかで極端に数が違うもんですが僕はもう生活安全課の課長に「 家族の数字おかしいんじゃないのと大丈夫ねというようなことで話した時もありましたし延べ人数でしか数字が出てこないのおかしいんじゃないのって言って家庭の人にもう本当に今もうけたこともあるんですよね。<laughs> こ実際人数で上げてくれないかということをねあのー、本当に少年係の方にもお話をして何度か、えー、そういうことも問答もしながらでありましたけれどもただいずれにしてももう 数字の問題ではなないいととうことなんですよねで実際にじゃあ私たちがその数字を把握したからって何の意味があるのかっていうところにまあ行き着くまで結構時間かかりましたけど実際はやはり私たち本当に親の立場 PTA の立場としては親が 子どもたちにどういうふうに目を向けてるのかなっていうところから PTA を動こうっていうことでね保護者の方と話をしたり私も実際に学校側の指導の時に PTA 会長として第三者の大人としてまあ参加させてえ指導に当たった時もありましたけども本当にこの警察署の少年が帰りの担当の方々が本当に市民だって話してるなっていうのを感じましたけどねやっぱり何て言うんですか 親兄弟の立場にこう切り替えられるっていうのは皆さんの立場としてとてもすごいこう普通の刑事とかとは今意味が違うなっていうのをとても感じるんですけどその辺は教えられてくるものなんですが、ねうん、先輩たちの姿を見ながらっていうのはあるかと思うんですけど<ー>特に教えられてるとかではなく実際、関わっている中で覚えていくのかなという感じがします。うん そその子に会ったようなそうなですね TPO みたいな感じで、はい、だから子どもたちともですね一、うん、回限りの付き合いではなくて、うん、何度も何度も、あのー、会うように努めて、うん、はいでも、あのーまあ、子どもたちからすればやっぱりその言っとくかもしれませんけどその時にか,、あのー、かけられた声であって思ったりする時ってやっぱ当然 ありますでししょうしね、はい、今、うん、あの一番力を入れているのが立ち直り支援ということで、うん、やっぱり少年というのは立ち直るものだと信じて私たちは調べしてるんですよ。それでこの私なんかがあの取り扱った少年が将来立ち直って実際に取り扱った警察官私に見てほしいなと思ってくれるような、うんうん、そういうあの立ち直りというのに<し>はい。 嬉しいもんですよね中高を歩道され続けてきたとか、はい、<laughs> そういう子が二 <laughs> 十、はい、歳成人になってピシッとなんかネクタイなんか締められてこられたら、はい、どうですかそうですねあの自分も平成14年から実は少年係にずっといるんですよ。それでもうあの8年になるんですけれどももう実際二十歳成人過ぎた子も何名かいるんですよ。実際私の方にあの 成人式迎えたよっていう連絡をもらった時にはもう感慨深かったですたはいありがとうございますさあ引き続きお話を伺っていきますいタコマーシャルです はいお送りしておりますインターン者出番ですよ今日は風名警察署から砂川署長そして、えー、少年係の遠間さん島尻さんをお迎えしてお話を伺っておりますさあ島尻さん先ほどねあのー、話の中でやはりこう、はい、最初はこう出会いはまあちょっと悪いことをしてやんちゃな子でしたけれども、えー、そういう子たちがこう成長していくと やっぱりこれはもう親心みたいに嬉しいもんであるということでねそういう立ち直り支援っていう,う、うん、いいですねやっぱそういう、えー、思いを持ってるタイトルがあるとなんとなくあ俺たちはこの人に助けられるんじゃないのかなっていう光がなんか見えるっていうのも、はいえー、子供たちの目線からするとあるのかなって思ったりしますけど、まあ、そういう面では本当に女性の立場では本当にお母さん お母さん、ね、えっと、お母さんの方が若いという話ですがお。おばあちゃん。<laughs> <あ>おばあちゃんもだから、ね <laughs>、あ、おばさん的。そうですね。まあ、おばさんって呼んでますね。あ、呼んでますか,よかった。今ちょっと放送的に訂正を入れないといけないかなと思ったんですけど。<laughs> まあ、そういう、でも、あのー、島地さん、やっぱりね、あの、今、お話しながらも。とても明るく、ね、お話しされるので、子どもたちも。まあ、ちょっと、はい、っていうね、この人に言われるんだったらっていう。砂、まあ、そ所長なんかが、もう。なんか。 に質問されると、もう多分黙りこくってしまうんですよね。怖くてね、何言われるかわからないなと <laughs> 殴られないんじゃないかなという感じでそんなことないです,ですか。<laughs> <laughs> まあそれでは、えー、ね、あのー、島地さんもぜひ、えー、これからも子供たちのまあね、あのー、まあ警察官があんまりヒロインとかは呼ばれないと思うんですけれども、<laughs> <laughs> まあ、人気者であるということはね見、えー、分かるような感じがいたします。さて、えー、ここでですね。 じゃ一曲あのリクエストがございましたので、えー、島根さんからこの「かりうし58」の「あんま」という曲をお願いします。はい、これは、えー、どういう思いい思でリクエスト、はいえっと、今、警察の方では保護者に対するカウンセリングということで、うんはい、保護者カウンセリング会を月1回持ってるんですね。はい、そのの中であのー 今の非行少年だった少年が立ち直ったということで、うん、このボーカルの方に講師として来ていただきました立ち直って今母親に対する感謝の思いを伝えたいという曲だそうですので、はい、お母さんにもぜひ聴いていただきたいです、はい、じゃあ皆さんで聴きたいと思いますかりう五58で「ンマーです。 お送りしておりますのはカリウシ58でアンマーアコースティックバージョンでお送りしております。さてあのそ、ー、うですね須永さんあのー、この僕あのカリウシ58今 曲を聴きながらあこの曲なんだって思い出しましたけども、あのこれテレビでですね。あのやっておりましたよ。あのなんか確かお母さんがですね。あのまあ、まあ、子供たちが頑張ってるっていう中で、あの、はいうん、子供をそのボーカルのね。うん、ちょっとこの仮に中国人のボーカルの名前がちょっと今思い出せませんが、彼らがあのタトゥーをね。刺青をこうやってるって言うことで,、はいはい、でお母さんがその取材の方にお話してたのが一つだけお願いがあるともう。あのこの刺青だけは？ なくしてしてほいいととうことをね、はい、切に語ってたのをこのテレビの画像から私も心打たれたんですけれどもそれにまた彼が答えて、はい、そのお母さんのために今までこんだけ世話かきたんだからと、はい、やっぱり一番お母さんが嫌がってるこの入れ墨を早く消したいんだっていう思いをね、はい、初めてお母さんにこう伝えた時に、まあ、このお母さんがこう涙流しなだら本当ありがとうっていうことを語ってるシーンだったんですけど、はい、今の子どもたちっていうか若いっていうかもうやっぱりそういうのが もうなんか遊び感覚で広がってるっていうのがあるんですよね。ねうん、あれって結構落とすのも大変ですよね。そうですね。あのタトゥーまあ、うん、日本語では入れ墨ですか。うん、はい。それはあの日本の文化の中ではあ、うん、タブーですよね。そうですね。まあ、あの、えー、アメリカ的なあまあ西洋的なね、うん、ファッション感覚で今広がってるんですけどね。うん、はい、えー。実はあの全身入れ墨で、えー、亡くなった方を ええ、取り扱ったことがあるんですけどね、実行でね、この全身入れ墨の方は、ですね、うん、皮膚呼吸ができないものですから、<ー>激しい運動ができないんですよ、そういうことを今、思い出しましたね、はあはあ、ねそれから年取ってからですね、うん、あの肌が緩んできて、えー、<ー>見栄えが悪くなって。 その頃はね、張りがあって、それに対してう綺麗に肌が緩んできますと、なんか非常に醜くなってしまうと、それで消したいということ、あるいはこのサウナとかですね、公衆浴場、これもお断りということで、日本文化でね、非常にマイナーなイメージっていうのはありますから、ありますよね今の若い方ですね、今言った、あの中曽根さんが言ったように。 あるるる時期になとととすいうこでやはり日本人にはね生まれてきた体はいたずらしないと親に対してね申し訳ないという文化がありますからそれは大切にした方がいいのかなと個人の自由でありますけどね一応はそういうことがあるということを理解してねそれから未成年者にそういうことしてはいけないという条例もありますので。 くれぐれぐもも気をつけてもらいたいいたと思いますありがとうございます、まあ、あのー、島尻さんのリクエストで、えーはい、いただきましたけれどもあのー、ちょっとこのテレビをあそこの曲だったなって思い出しましてね太、えー、そういう話にさせていただきましたがさて、えー、ちょっと話を話題変えますけれども、あのー、いきなりでありますが、えー、係長打ち合わせにも何もないことなんですけど、はい、確か45日ぐらい先週ぐらいに風な 小学校か中学校で薬物乱用の件のお話でなんか新聞に載っておられましたけど、うん、あれは少年係の担当でしたかねあ,、はい、あれは別で,あ別で,でしたか、ね、他の例えば最近この県内でも,も、あのー、薬物関係のもので、まあ、高校生とかそういう子たちにこう。 あのこ,うこういうのはいけないよっていうことのねえ告知活動だいぶされるようになりましたけどもあのこれは本当にこの今、持ち込みって,って国外からの持ち込みっていうのが多いと、うん、インターネットねインターネッを通じてそういう、インターネットを通じてこのままなんかあの慣れたかどうかですごいなんか量を捕まえられたりとかありましたよねあ、はい、ネットでの購入とかもあるわけですか。 えー、運び屋がね体に巻きつけて、うん、ななありましたねありましたね,なはでもね、うん、なるほどそういう意味ではあの子どもたちにもそういう害が本当に近づいてるっていう意味ではとも、まあ、さんやっぱり、はいまあ、私たち読みたんな地域の子たちっていうのは周りに基地があり、はいえー、それから友好、まあ、この工業 場所が多いというこう、まあ、チャタンとかそういう大きな足にも、はいえー、近隣をしているわけなんですけども読道アンでの子どもたちがやっぱりそういうところに圧勝で,で見ていてそういう飛行にこうひなんていうんですかねあのひ引っ張られていくというかそういうのっていうのは事例としてはどんなですかままだまだそういういいののははない今のところは、うん ありませんね。あの、先ほど薬物乱用教室ですか。うんうん、それは、うちでもやってます。今回、うん、小学校、中学校あたりはし。高校あたりから、本部の方にお願いして。ああ、なるほど。本部の方があの、いろいろ教室開いたり、やってるような状況ですね。まあ、あの、まあ、その。新聞の内容では、まあ、タバコのお話から、うん、ええ、まあ。 あれはお医者さんだったのかな,なですね確かねお医者さんかなんかねお話をされてましたけど、えー、そういう中でやっぱり子どもたちにもっと、えー、害なんだっていう体,が体には害になるんだよっていうことをやっぱタバコからそういう、えー、薬物関係の話を進めていた話だったと思うんですけどやっぱりあの私が PTA 時代にこの薬物乱用のこの DVD を金田書から預かってそれを子どもたちに見せたことが一度あるんですけどもね学級で。 これ見ると半端じゃない恐ろしさですね、うん、こういうのやっぱり見るとあの子供たちもやっぱり引きますよ、うん、あこんな時間ということでそういう広報活動小さい時からの広報活動っていうのがやっぱり一番大事かなと思って、うん、今あのー、まあ友さんがね係長おっしゃってるようにやっぱり広報活動、うん、やっぱり本当にこうやってるんだっていうことをね、うん、また逆にその親御さんたちにもですね、うん、地,音地域の大人の方々にも 家庭の皆さん方がこう,いう子どもたちにこういう指導をしてこう告知活動をしてるんだっていうことをやっぱ伝えると親もちょっと安心かなって今、親がそういうことをあまり知らなくてですね情報がなくて子どもたちに逆にこう共有する情報としてない逆に子どもたちの方がよく知っていたりするとかですねそういう大人に対するなんかこういうい勉強会とか告知活動っていうのが。 必要かなって、まあ少年係としては子供たち向けだとは思うんですけども、そ少年係として子供たちの環境を守る大人の方、ね、にも、少年が、少年たちのための、まあ、情報勉強会みたいな告知活動があってもいいかなと思ったりするんですけど、まあ、これは僕のお願いですので、<laughs> はいと聞いていてもらえればいいかなと思うんですが。<laughs> これは本当にまさにその通りね、うん、正しい知識があって、初めて、うんうん 予防をできるんで実際にその正しい知識が伝わってない、うんえー、教えられてない、うん、というところに問題があるんですね。こ、うん、れはまさにおっしゃる通りですね,ね、うん、やっぱり僕たち親が子供にそういう話す機会っていうのがなかなかないですからねそうそう例えばあのタイマーの、ね、マリファナは、うん 大丈夫だよとというこでの誤った情報実はマリオハナを吸うと次は覚醒剤に行くというパターンなんですね。マリオハナを吸った時点からもう覚醒剤中毒の予備軍が出てるんですよ。そういう正しい知識を知らない安易な先輩たちがたばっ感覚でいいんだよって言うけどあれは全くの誤りですね。それを正しくいかに伝えるかっていうのが我々の今後の課題ですね大人に対してそうですん。 本当にそういう意味では、あの、本当にまあ、ただまあ、子供たち見るだけでも、トマカジンが大変だろうと思うんですけれども、えー、<laughs> ね、えー、ぜひともまあ、そういう,う思いは、まあ多分私たちも、えー、皆さんも同じだと思いますので、まあ、ラジオ聞いてる皆さんにもどんどん情報を提供できるようにしていければなと思いますぜひ、あの、今日書か,かあんまり話してないので、は <laughs> あの、<laughs> この後コマーシャル明けよ、えー、 トマカカリ長の出番ですのでよろしくお願いしますね<ー><笑><笑>。笑ってる時ダメですよ。はい。それではたコマーシャルです。 さあおんかびっくりびっくらこくような曲が流れもやってきましたけど実はこれ小林明の「昔の名前で出ています」という曲なんですが砂川所長からのリクエストで、はい、なんか前回も確かなんかあのこういう演歌系の曲をリクエストさせてい,い,ていやいやはいそうです <laughs> この年は演歌ですこの歌は、うん、この歌中身にいい 歌詞の内容に思い出があるとんじゃなくてただ小林明の声に似てるねと言われただけで歌ってますーー意味はありませんあなるほど <laughs> 今度はでもなんかこの歌を歌うということでなんかどこが三、はい、月にですねカデナ町の歌、はい、サークルの仲間からお願いされて、ええ、ダメですと断ったんですけど <laughs> 役職で歌ってください <laughs> ということですので恥ずかしながら3月はいじゃあ今練習中ですねそうですよろしくお願いしますカデナの界隈を歩いて回って練習してはい <laughs> あそれではじゃあ皆さんでね、えー、たまにはねいいかもしれません、えー、小林明で昔の名前で出ております出ていますはい さあお送りしたのは小林明で昔の名前で出ていますさあ砂川所長のまた声が聞こえるかもしれません、ね、<laughs> よろしくお願いします <laughs> はいよろしくお願いしますさあお、えー、送りしてきましたゆん誕生でまでしたも最後になりましたけどもね、えー、さあもうここで一言をですね皆さんからいただきたいなと思いますけどもさあまず、えー、あまりお話今回はできなかったですけども、えー、どうも彼あ、はい、はいはいはい 今日はありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。なんか、ほっとしてるような笑顔ですけどもね。はい、でも、あの、今度また、少年係としてね、PR ができることが、機会がありましたら、少年を守りとか、そういう時にね、あの、そういうタイトルがある時にまた来ていただいて、今度また、子供たちやその保護者に対しての、え、PR 活動ができればいいなと思いますので、その時はもうお願いしたいと思います。はい、お願いします。今日は、先ほど、フルチューの話、次元中学の話です。 今も大変あのまあスクールエリア対策ってあの県警今進めてるんですけどありますねそういう対策のもう効果も発してですね今古原中学校は非常に落ち着いてきておりますので嬉しいですねそうですかはいやっぱ若母校ですからねそうじゃないといけないですよはい やっぱり先輩としては嬉しい限りでございますので、はい、いや本当に皆さんのご,ご努力にも感謝したいと思いますので、はい、引き続きこう、ね、末長く、えー、飛行が少なくなるようによろししくお願いま、うん、す、ね、いもう現在もスクールエリアの対策は進んでますのであと嘉手納中の方もうも、ん、去年の12月から、はい、スクールエリアとして、うん、指定して両中学校とも、うん、集中的に。えーまあ 地域住民の協力を上げながらえ、警察も集中的にどんどん飛行防止対策に進めていこうかというところでございますありがとうございますでもね本当にこういうスクレイリ対策とかそういうことすることによってやっぱ地域がアンチェンならんのとわたのがなさなということのねやっぱり連携意識っていうのはやっぱ高まってきますからねそういう意味では皆さんとの協力体制もがっちり できてくるんじゃないかなと思いますので、はい、まあいずれにしても、まあ子供たちを守るのは大人の役目が当たり前の話ですから、これはやるべき立場でやっていただければなと思いますので、我々もまた我々でできることは協力していきたいと思いますので、はい、何なりと、はい、お申し付けいただければと思います。いやいやいや、できることはできませんけれども、みたいな。<laughs> はい、よろしくお願い。します今日、どうもありがとうございました。はい。 さあそれから、えー、今日はもうこう言点てんで、えー、初めてこう刀警察署から女性の刑事で、えー、ね刑事部長である島尻さんはい少年係でもう日頃からニコニコと、えー、やっておられるということなんですけれども、えー、アイドルで <laughs> アイドルではないかもしれないですね <laughs> 昔アイドルはいはい <laughs> 昔のアイドルで <laughs>、はいえー、島尻さん今日はありがとうございましたどうでしたか、はい、最初 これラジオ出て、あ、そうですね。どうも拙い話で申し訳ないんですけれども、ありがとうございました。でですね、地域の皆さんには、少年はあの。犯罪に至らない、全兆事案であっても、小さなことでも、あの。警察の方に情報提供お願いしたいなと思います。はい。はい。ほら、例えば、全兆事案っていうのは、どういうことが。ちょっと時間がないので、あれですけど。そうですね。簡単に。はい。あの、いじめにあってるんじゃないかとかですね。そういった、はい。 あの実際情報でもそうですね参考になるよっていうことですねそうですねはい前兆事案で早くしてれば大きな犯罪にはなりませんのであなるほどあもし起きた場合にはそうですね前にそういえばこういうこの子はこういうことがあったなっていうのが分かればまた対応もしやすいということでそうですねはいなるほどはいありがとうございますで今これからもよろしくお願いをしたいと思いますはいありがとうございますウォーランチャーよろしくお願いしますねはいありがとうございます皆さんどうぞこのえおええ おば,お,ばお,おばさんに、ねえー、声をかけて <laughs> <laughs> よろししくお願いいたします、はい、さて、佐賀市長、もうちょっと時間いっぱいになってしまいましたが、はいえー、今日の締めで一言お願いしたいと思いますすそうですね今、島城さんが言ったようにね全長寺は、ね、小さなことでも遠慮なくこちらの方に提供してもらうとそれで、春別して、はいえー、うまく小さく収めるというようなことで、えー、ありますので。 本当に遠慮なくね、はい、何でもいいから相談してもらうということでありますね、うん、あと今年はですね、うん、え少年飛行防止をさらにね、えー、進め推し進めてね、はい、安心安全で地域の皆さを暮らせる嘉手納少年一生頑張りたいと思いますのでご支援よろしくお願いします。はい ありがとうございます本当にもう日夜大変だと思いますが我々はもう頼るところは、えー、この地域の安心安全な生活を私たちがやっていく上ではやっぱり家庭の皆さん方頼らざるを得ませんのでそこはもう、えー、本当にこう佐賀警察署長本当にこう筆頭にですね地域の、えー、交番の皆さん方、えー、本当にこう皆さんのおかげで我々もこうやって安心安全に暮らせますので。 私たちもできることはまた協力していきたいと思っております。皆さんぜひあの私たちのために体が資本だと思いますので、まあ今、えー、来て今日来ていただいた遠間、えー、カルチョウや緒目様も結構体格もいいですので。<laughs> <laughs> あすいません、はい <laughs> えー。というわけで今日はこれで終 <laughs> <laughs> えー、締めさせていただきます。えー、それでは今日どうもありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 お送りしてきましたインターンじゃ出番ですよ。今日はこの辺で失礼いたします。明日のところの時間にお会いしましょう。さようなら。